北岳は、非全国、現在の佐賀県唐津市大地町助久里、北畑岩山に存在した、日本の城。もともとは、鬼子竹城と書いた、佐賀県指定史跡。唐津市北畑と、同市大地町との境界をなす、標高320メートルの鬼子学に位置した。東から松浦川が、西から旗川が流れて合流する中間の溶岩に、位置し、 唐津湾に至る水運を支配する上での、要衝であった。山頂付近は旧街に囲まれ、城はその山頂部の南側尾根の上に築かれている。伝説によれば、この山は、古来より、鬼が住んだといい、それが鬼語学の由来である。ただし、ここで言う、鬼とはすなわち、お神に従わない、地方豪族を指している。長元四年、乱を起こした。 平忠恒が滅ぼされた後、その徒党である、新州福原の武士東工たらきという者が九州に落ち延びて、旗号に住み着いたが、その子に狐角という強力の者がおり、鬼語学の妖害に山成を築き略奪強盗を働いて、国主の手に余る暴れっぷりであったため、朝廷は四天皇の一人で、鬼退治で有名な渡辺綱の子、宝岩、筒井源太悠久を派遣して、 これを打たしめたという話がある。延久元年、非全国松浦郡宇野の御国や兼業となり、ケビー氏におぎないされて下校した松浦久さが松浦党の祖であるが、子孫には土地が分割され、旗号を与えられた松浦餅が鬼子学に道場を築城したという。同時に旗城、島村城、青山城を築いた。餅の子孫は旗氏を名乗り、 約400年後の17代、畑屋まで続いた。文禄2年には、豊臣秀吉によって、畑氏が改役され、所領には、唐津藩主、寺沢博隆が入ったが、寺沢氏は交通の便の良い平野部に、唐津城を建築して移り、東城は、廃城となったとされる。しかし、城郭考古学者の仙台義博は、石垣の積み方やその状況から見て、文禄、 慶長期に作られたものであるとし、果たし滅亡後も、城として維持されていたと推測している。鬼子学の南、大地長介里の集落が、城下町の跡であり、当時唐津の町は存在していなかった。山腹には無念に思った果たしの家臣100人が腹を切った集団墓地もある。城石は1996年11月15日付で、佐賀県の史跡に指定された。 ありがとうございます。